初めまして。今日から youtuber のこのみです。ipad で楽譜作成を始めて、今回の動画で10回目になりました。前回、天白組さんの永久ゾンビーナの楽譜が最後まで仕上がって、この楽譜が販売できるのかどうかを検証したいと言ったので、今日は早速自分の作った楽譜の販売の仕方を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。 楽譜を販売してみようと思ったきっかけは大学時代の友人にデジタル楽譜作成に挑戦したいことを相談したときにせっっっかく作たたたなら出ししちゃえって言われたことでしたその友人がその時勧めてくれたサイトはミューカムっていうサイトなんですけれども最近はピアスコアでも出しているようでどちらがいいのか迷っています。 なので、どっちも始めてみようと思うのですがまず初めに進めてもらったミューカムから使ってみたいいと思います。先日そのミューカムに登録したんですけれどもあのクリエーター会員に登録すると楽譜を投稿できるみたいで。 私はクリエイターの方に登録しましまたこれが最初の画面なんですけれどもここからこれ自分のページですね好みで登録しましたそして投稿管理を開きます 投稿管理クリエイターページのこの通常の音楽作品や楽譜作品の投稿はこちらここから自分の作った楽譜を投稿することができます本当は動画でこのタイトルを入れるところから撮っていたんですけれどもなかなか時間がかかってしまって まずタイトル紹介文配信ジャンル楽曲区分作品コード作詞作曲アーティスト価格演奏楽器参考動画これは YouTube で自分の演奏を投稿していた場合にここに。 入力することができますあとは作品内容に関する申告でデータアップロードに進みますこれを進んでからここでも ちょっとここであの楽譜をアップロードするんですけど何度もやり直しになっちゃってここの入力はもう34回してやっと投稿完了できました投稿完了すると審査をされるんですねでその審査が 1>, 1日から3日くらいかかって審査に通ると販売開始のようです自分のアップロードした作品はここから確認できます何も入力しないで検索すると全ての作品が呼び出されますということで私の作品が掲載中になっています 見てみましょうこんな感じでこれはの編集の画面なので見てみましょうって言っても買う人には見れないと思うんですけど。 そしてやっぱり楽譜をちょっと直してアップロードし直したいなっていう時はここからアップロードをし直しできますで昨日まであの審査中だったんですねちょっとスクリーンショットしたのでお見せしますこんなふうに 審査中っってなっていてないここに運営さんからコメントがあります楽譜内に作曲者名を表示してくださいということで最初に私が投稿した楽譜は作曲者名を書いてなかったんですね。そしたら審査に通らなかったみたいで昨日の夜作曲者名を 入力してもう一度アップロードしたら1日で通りましたこんなふうに再アップロード完了って審査の上問題なければ1日から3日程度で掲載されます早かったですね投稿日時 そう10月21日の深夜に投稿していますじゃあもう買えるのかな購入するときはこのページの「楽譜データ」ここから探しますね 今掲載が新しい順になっているので私の作品がどれくらいに出て,てくるのかちょっと見てみたいと思います。 ページメにはないですね検索してみましょうか永久ゾンビーナ出てますでこんな風に 画面にタッチすすると拡大して表示されます購入するときは「了解して続きを見る」というふうに見てここですね「カートに入れる」ってすると購入できるみたいです。 私はまだここのサイトで購入したことがありませんがもし買ってくださる方がいたらよろしくお願いします。そ,うそれでで前回の動画で あの楽譜で細かい点いくつか気になっていた点があったんですけれどもほとんど直せてこのサンプルもあの前回は8小節までしか1ページに表示されないって言ってたんですけど12小節表示されるようになりました3段ですねそのやり方もちょっとご紹介します。 こ,こ,これが編集編集画面で,でこの左上のこのマークをタップしてそして右上の3本ラインをタップしてレイアウトレイアウトの各トラックの高さこれを最小パーセントに変えたんですね。 定値だったたのを50にしましまそしてこのトラックグループ間隔も最小値の50%にしましたそうしたら1ページにこう3段入るようになって。 全部で十一ページに収めることができました。で、なんとこうやると、見開き一ページ。二ページ分が一度に表示されることもわかりました。これはかなり便利ですよね。あとは。あの。ここのカッコが被っちゃうって言ってたところと。グリーンサンドの。 この矢印が被っちゃうっていったところもこのモアでこの矢印のマークアイテムムーバーをタッチしてその動かしたいなってアイテムを長押ししてそうするとちょっとずつ上がったり下がったり 右に行ったり左に行ったりしますそれで修正ができましたなので少し見やすくなったかなと思います <laughs> この後ちょっと続かなくなってしまったのでまた次回につなげたいと思います最後までご視聴ありがとうございました